大津パーク杯 SG 第34回全日本選抜オートレース、全国から選ばれた精鋭96名のうち8名のメンバーが勝ち上がりました。 SG 最高峰の舞台での優勝戦、8名のメンバーをご紹介いたします。トップ級の選手がずらりと揃いました優勝戦です。自ら選んだ1枠で狙うはポールトゥービン、全日本選抜5連覇へ、カルマ産経鈴木圭一郎。3期連続ナンバーワンを仕留めた男の次なるターゲットはグランドスラム、ハルク73青山周平。令和の初日ここ浜松で一番輝いた男が令和の天皇誕生日に再び輝く荒尾聡。地元ファンの熱い視線と心からの熱い声援を託されてプロドライブ伊藤信夫。今度こそSG 制覇の瞬間を地元ファンと分かち合うワンと木村武史。デビューして約27年8ヶ月時は来た、いざ出陣佐々木圭。オッズパーク杯優勝戦のグランドスラマーが静かなる闘志を燃やして中村雅人、大外枠から若くて元気な若い友和、燃える闘魂です。スタートまで3秒を切りました。 SG 全日本選抜オートレース優勝戦スタートしていきました。1番の鈴木圭一郎少し遅れた、2番の青山周平がトップスタート、そして地元の雄伊藤信夫が2番手につける。鈴木圭一郎は3番手か、木村武史と並んでいます。荒尾は5番手からインコースを狙ってきた。荒尾が木村、鈴木圭一郎をさばいて3番手に上がってきました。鈴木圭一郎は4番手、伊藤信夫が青山のインコース狙いかけましたがこれは阻まれた。青山先頭でまずは立ち上がりました。青山が主導権を握って、地元のカリスマ伊藤信夫2番手、そして荒尾聡が3番手、鈴木圭一郎はどうした、5連覇へ早くも黄色信号か、5番手に下がっています。残りはまだまだ8周回、青山周平が粘る展開となりました。2番手に伊藤信夫を狙ってきたのが3番の荒尾、青山先頭、伊藤信夫2番手、荒尾聡が3番手、木村武史が4番手、鈴木圭一郎はまだ中段5番手、少し苦しい展開に置かれました。5連敗はかなり厳しい展開となっています。逆に青山周平グランドスラムへ最短ルートを通っています。青山周平が先頭、しかし伊藤信夫も地元ファンの声援を受けてここで大金星を狙います。残りは6周回、大きく外に振って伊藤信夫が勝負を仕掛けていく。バックストレッチ、青山周平に対して切り返せるか、ここはもう一度外から3番手で虎視眈々と荒尾聡も狙っています。青山先頭、伊藤信夫2番手、荒尾聡3番手、4番手木村、5番手鈴木圭一郎、ここは少し離された。残り5周回です。青山がまだ先頭キープ、伊藤信夫どうか、ここのバックスレッジも外につけるだけ、まだここは青山周平が勝っています。伊藤信夫2番手、そして荒尾も3番手、この荒尾が不気味な存在、インコースを狙ってきている。残り4周回です。ここでいった、荒尾がいった、荒尾がいった、インコースから青山周平をねじ伏せた。そして続いていくのは伊藤信夫、青山をさばいてここで2番手に上がってきた、抜け出した荒尾、伊藤信夫は今度追う、青山周平グランドスラム厳しくなった。鈴木圭一郎その後ろの4番手、あと3周です。再び青山周平が伊藤信夫をさばいていくのか、先頭荒尾、2番手伊藤信夫、青山周平、ここで突き放した、突き放した荒尾聡だ。青山が2番手、鈴木圭一郎3番手、伊藤信夫は力尽きました、4番手交代です。残りは2周回の終盤戦、青山周平、鈴木圭一郎2番手3番手に置き去りにしたのは3番車の荒尾聡です。どんな走路でも、どんな人気でも結果を残すマルチプレイヤーが今日も大混戦を制する。残りは1周です。青旗振られてファイナルラップ、追いかけてきた鈴木圭一郎はなんとか2番手、青山周平をさばきました。しかし荒尾には及びません。前回の浜松の SG は雨、今回は晴天の中、荒尾聡が見せてくれました。二強時代に待ったをかけるのは荒尾聡だ。荒尾聡全日本選抜制覇、オートレース界二強とは言わせません。令和の初日
令和元年5月1日ここ雨の浜松、大きなガッツポーズが見られました。今日は静かなリアクションで喜びをかみしめています。荒尾聡、昨年は地元でオールスターの連覇もありました。ここで大きなガッツポーズ、浜松の SG は連覇という形です。これで SG 通算5勝目、3年連続の SG 制覇は最後 V サイン、飯塚勢が迎えます。青山が逃げて伊藤信夫がマークして、その2者の争いを内から一気に仕留めていった荒尾、最後は鈴木圭一郎が追い上げてくる形でしたが振り切っての勝利でした。以上最終12レース優勝戦でした。ホッツパーク杯 SG 第34回全日本選抜オートレース、素晴らしい戦いでした。青山選手と伊藤信夫選手、前で激しい攻め合いがありましたが、そこを捉えたのはこの荒尾選手でした。荒尾選手、前回のここ浜松では雨で後ろを引き離しての SGV、そして今仲間の皆さんにと一緒にですね、写真撮影、非常に心がのいい笑顔を見せています。この開幕直前にはこの SG 全日本選抜を盛り上げるための番組でも素晴らしいトークを繰り広げましたけども、なんといってもこの今日のレースは見事でした。最終順位レース確定しています。1着3番荒尾聡、2着1番鈴木圭一郎、3着2番青山周平、3番1番2番で確定しました。続いて払い戻し金です。2連単3番1番1530円、2連複1と3の組680円、3連単3番1番2番で2860円、3連複123で200円、1番人気、いやちょうど今ですね、荒尾選手が皆さんに、ね、胴上げをして、今ロッカーに引き上げていきました。素晴らしい感動のシーンがありました。でも何よりも感動したのは荒尾選手の走り、そしてその他の選手の熱い戦い、これをですね、素晴らしいレースをまた後ほど振り返りまして、ウィニングランを待つ、そんな状況になっています。本当にこの開幕直前には各場の本当に素晴らしい選手たちが盛り上げるためにトーク番組もありました。そのトーク番組の中で荒尾選手、みんなを公式って面白くしてくれました。その時にですね、青山選手もかなり盛り上げるためにいろいろしてくれたんですけれども、今日は何といってもレース盛り上げてくれました。夜と昼間の顔は違うんです。伊藤信夫選手の素晴らしいこの地元での戦い、木村選手もなかなかのこの走りをしていたんですけれども、そんないいレースの中、この荒尾選手が見事浜松での SG 連覇、そして今年初の SG を制しまして、間もなくウィニングランという運びになります。荒尾選手、今年は最初の SG が全日本選抜だったんですが、はい、去年はオールスター、今年もオールスターが1年最初の SG だったんですが、素晴らしいですね。年最初の SG は荒尾選手が全て近年は持っていって、ご本人もその初めの SG をしっかりポイント取っておくと1年間年末に出られるチャンスを早めに得たいんだという話も、ね、出ていたんですが、それを優勝するということは見事ですよね。3年連続でこれでスーパースター一番乗り、はい、いやでも車検を持っていたファンの皆さんももう今大丈夫ですかね、車検握りしめてたのくしゃくしゃになってないでしょうか。いや本当に力の入るレースでした。はい、お客様にお知らせいたします。ただいまより優勝しました。でももしかしたら荒尾聡選手がくしゃくしゃになってにっこり笑って皆さんに手を振る荒尾選手が見られるんじゃないでしょうか。本当に場内の皆様は距離を取って、そしてですね、声援ではなく拍手とか手を振ってですね、荒尾選手にね、この素晴らしい戦いおめでとうという気持ちを表していただきたいと思います。あ、皆さんそうしてくださっています。ご協力ありがとうございます。荒尾聡選手が、はい、
まあ、本当に前回の、ね、オールスターが令和初日、そして今日も偶然にも令和の天皇誕生日と、そうですね、本当ですね、うん、そんな荒尾選手本当にもう SG これで3年連続ですから、うん、2つ目を取るまでかなり間が空いたんですけど、はい、近年では荒尾選手は SG しっかり両手を振り上げていますものにするという形で、もう一度ファンの人に手を振ってウィニングラン見せてくれました。では優勝戦 VTR 見ていきましょう。高田さん解説をお願いいたします。スタートまで3秒切りました、はい、スタート争い全日本選抜オートレース優勝戦、ね、注目のスタート争い、荒尾選手ね遅れたんですよね。そうなんですよね、はい、まあ、伊藤信夫選手がねうまくつけたんですけどね、荒尾選手勝負ここでしたね。そうでしたね、まあ、鈴木圭次郎選手もねここで入られちゃったんでね、ここからちょっとズルズルいっちゃいますよね。伊藤信夫選手も早めに蹴りをつけようと青山選手のインコースを狙っていました。そうですね、なるべくね早めにタイヤを使う前にね、あの先頭で出たかったですよね。ここで青山選手が粘り込みにもう早くも入りましたよね。もう、はい、そうですね、もう行かせない走りですね。伊藤信夫選手はややコースを大きく取って青山選手に対してチャンスを伺っていました。まずねあのきっちり体勢を取りたかったんでしょうね。荒尾選手はその2人をじっくり見てましたね。そうですね、その付け入る隙をねちょっと探りつつですね。まだ勝負は動きません。やはり SG の10周回というのは選手たちも計算しながら走ってるんでしょうか。まあ、無理にね、タイヤを使うよりもね、本当に体勢を取って勝負どころで一気にいかないと終わってしまいますからね、はい、それは伊藤信夫選手もそして3番手に控えている荒尾選手も考えていたんでしょうね。そうですね、まあ、ここら辺でもう荒尾選手もねこれはこの2車は割れないなっていう感じがしてたんでしょうね。間ではなくて、はい、もっといいところと。そうですね、もう行くんだったら青山選手の中まで行かないとって思ってますね。もうここで勝負ですね。ここです。青山選手も抵抗していました。そして伊藤信夫選手も隙を逃さず動きました、はい、もうここでちょっとね青山選手ねタイヤをちょっと使っちゃいましたね。ちょっともう後半滑ってましたね。伊藤信夫選手もやはりその時にタイヤ使ってたんですかね。そうですね、あそこ本当に救うところでねもう全集中してね抜いたと思うんでね、少しタイヤも使ったかもしれないですね。そして鈴木圭一郎選手終盤は追い上げてきたんです。そうですね、もう青山選手もねちょっともう滑ってますからね、もう圭一郎選手の方がねまだタイヤは残ってたのかもしれないですね。しかし先頭荒尾選手はもう突き抜けていました。もうかなりね先の方行っちゃってますからね、もう足らないですね。もう一つのワンチャンス、青山選手と伊藤信夫選手が競り合っているのをしっかり見てワンチャンス。そうですね、それをものにした荒尾選手の優勝でしたね、はい、荒尾選手の見事な優勝の10周回でした。はい、そうですね、まあ、圭一郎選手もよく追い込んできましたよね。最終12レースの結果です。1着3番荒尾聡、2着1番鈴木圭一郎、3着2番青山周平、そして払い戻し金はご覧の通りとなっています。では見事優勝を決めた選手ご紹介します。この方です、荒尾聡選手。荒尾さんおめでとう、嬉しくて嬉しくて涙、ありがとうと上州ガールさんからおめでとうファックス届きました。その荒尾選手の今日の10周回の競争タイムご紹介します。 3.341 というのが荒尾選手の優勝した競争タイムです。これで通算勝利数は830勝、そして通算優勝回数は63回となりました。オールスターに続きましてここ浜松連続の SGV ということで1着そして優勝おめでとうございました。おめでとうございました。今荒尾選手が新型コロナウイルス感染症対策として表彰式に向かっています。優勝選手へのご声援はご遠慮いただきますようお願いいたします。
ファンの皆様のご協力をよろしくお願いいたします。荒尾選手が登場です。それでは見事優勝しました表彰式です。荒尾聡選手です。お集まりの皆様盛大な拍手でお迎えください。荒尾選手おめでとうございます。それでは荒尾選手にお話を伺っていきます。優勝おめでとうございます。ありがとうございました。はい、4連勝の2人を破って勝利です。今のお気持ちいかがでしょうか。いやもう本当最高です。はい、道中は青山選手と伊藤信夫選手の後ろにつけていましたけども、その時の心境というのはいかがでしたか。またスーパースターの、光景が蘇ったんですけれども、まあ、信夫さんがいい感じでまくりかけてたんで、まあ、周平も絶対隙ができると思って、はい、隙があれば絶対行こうと思ってましたね。そして青山選手のインを絶妙にさばいて先頭に立ちました。その時のお気持ちいかがでしたか。まあ、ちょっと周平に迷惑かけちゃったんで、はい、申し訳なかったです。はい、そして、はい、そしてゴール線を切ったとき、お気持ちいかがでしたでしょうか。まあ、周平にちょっと迷惑かけたんで、まあ、審議になるかなと、はい、半信半疑でしたね。はい、ただ、見事優勝しまして、ウイニングラン行いました。そのとき、お気持ちいかがでしたか。前回の、ここに続いて浜松で SG 取らせていただいて、お客さんの声援が、多くて、はい、嬉しかったです。これからもこれからもたくさんのファンの方が応援していると思います。最後に全国のオートレースファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、本日は寒い中最後までありがとうございました。今後もいっそいっそ、車検の対象になれるように、頑張っていきますんで、今後もぜひ応援よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。荒尾聡選手優勝おめでとうございます。それでは表彰式の方に移らせていただきます。それではただいまよりオッズパーク杯SG 第34回全日本選抜オートレース優勝選手表彰式を執り行います。はじめに浜松市長賞として表彰状と1300万円の小切手パネルが浜松市市長鈴木康友様より贈られます。では鈴木市長よろしくお願いいたします。賞状優勝荒尾聡様、あなたは浜松市営オートレースオッズパーク杯 SG 第34回全日本選抜オートレースにおいて日頃の成果を十分に発揮し見事優勝されましたので、その完投をたたえこれを称します。令和3年2月23日浜松市長鈴木康友、どうもおめでとうございます。おめでとうございます。それでは続いて1300万円の小切手パネルの贈呈です。おめでとうございます。それではそのまま写真撮影を行います。どうぞ皆様記念の1枚お納めください。浜松市長賞として表彰状と1300万円の小切手パネルが贈られました。おめでとうございます。よろしいでしょうか。では鈴木市長ありがとうございました。それでは続きましてオッズパーク賞として表彰状と優勝トロフィーがオッズパーク株式会社代表取締役社長宮下直幸様より贈られます。宮下様よろしくお願いいたします。
賞状優勝荒尾聡様、あなたは令和2年度浜松市営オッズパーク杯第34回全日本選抜オートレースにおいて当初の成績を収められたので、その栄誉をたたえ、ここに記念品を贈り、これを賞します。令和3年2月23日オッズパーク株式会社代表取締役社長宮下直之、おめでとうございます。おめでとうございます。続いて優勝トロフィーが贈られます。おめでとうございます。ではそのまま写真撮影をお願いいたします。オッズパーク賞として表彰状と優勝トロフィーが贈られました。皆様どうぞ記念の1枚お納めください。よろしいでしょうか。宮下様ありがとうございました。なお荒尾聡選手にはこの他にも経済産業大臣賞、公益財団法人 JK 会長賞、会長賞、その他多数の賞が贈呈されます。おめでとうございます。それではただいまをもちまして表彰式を終了させていただきます。ご列席の皆様ありがとうございました。では最後に小切手パネルをお持ちいただき記念撮影のお時間です。荒尾選手、仁ちゃん、家康くん、直虎ちゃん、よろしくお願いします。記念撮影のお時間です。ではまず正面を向いていただいて、はい、お願いいたします。では左手の方をお向きください。皆様どうぞ記念の1枚お納めください。皆様よろしいでしょうか。はい、それでは続いて、荒尾聡選手お一人での撮影となります。仁ちゃん、家康くん、直虎ちゃん、ありがとうございました。あ、掲げられますか。大丈夫ですか。皆様どうぞ記念の1枚お納めください。荒尾選手おめでとうございます。はい、では写真撮影の時間は以上となります。荒尾選手ありがとうございました。荒尾選手の表彰式ご覧いただきました。いい笑顔でした。本当印象深い、いい笑顔、そしてしっかりとこの90度に、ね、頭を下げてというところでした。荒尾選手の表彰式ご覧いただきました。最後にファンに手を振っていました。ですね、なんかこうチャーミングな、ね、はい、手の盛り方でしたね。はい、では今日1日全レースの結果です。